色の夢がすごく多くて、小さい頃、子供の頃、白と黒が喧嘩してる夢を見たことがあります。その時すごく悲しくて起きたんですけど、そういう見えないもの、わからない気持ち、それを色を通して語りたいのかなって思っています。やっぱりベルリンっていう街がすごくインターナショナルで、アーティストたちがたくさん集まってて、なんかすごく自分はその時21歳だったんだけど、もしかしたらベルリンと一緒に成長できるのかなって、ペインターとして、それが大きい理由でした。なんかすごい気が現れます。ドイツでは散歩するのがすごい好きで、こういう木とか見たものって目の中でスケッチしていて、それがキャンバスに出てくるんだろうなって。ここのアトリエは昔ユダヤ人のなんていうかシュミットベラクシュタって鍛冶屋さんだったんですよね。で、この地下室の奥にこうもう封鎖されてるけど実は通路があって、そこをこうくぐっていくと防空壕に通じてます。そう、ユダヤ人の家族がそこに逃げてたんですね。まさにベルリン、ティピッシュベルリン、ティピカルなベルリンの場所で制作してます。Donc, il faut parler au japonais, au japonais. Au Japon, au japonais, ok. 元気ですか？元気です。Ok, そしてここにはちょっとぐしゃぐしゃね。ニコラさん、もうちょっときれいにしてください。綺麗にしてください。オッケーオッケー。私は綺麗です。うん、ない、ない。ない。私は綺麗。私は日本語。あ、これは日本語。水脈、静脈、葉脈、鉱脈と、脈には様々な意味があります。それは人間の生活、そして自然にとって必要不可欠です。深い青、沈むこと、生と死、輪廻転生、無意識、それらは私の絵、海の脈の主題です。震災後、私はものすごく気仙沼に帰りたかったんだと思います。本当は絵を描ける状況では気持ちではなかったんですけど、帰りたいけど帰っても誰のためにもならないから、自分は自分のやるべきことをやろうと思って、でそれが私にとったらやっぱり書くことだったんですよね。なんでこんなにこう2メートルって大きいこう絵を描いたかっていうの、2メートル2メートルで、自分が絵の中に入りたいなって思うからでした。